我が名はクアウテモック、テノチティトランのわしの戦士。森の上空に予兆が現れた。形はトウモロコシに似て夜明けの光のよう。そこから滴る血のように炎が降ってきた。神官でもない戦士の私には何の予兆かわからなかった。大戦争の前触れか。預言者や魔術師に聞くと、謎めいた答えを返し、神の生贄を増やせと言ってきた。奴らはいつもそういうのだ。我々の領土も神の供物という大義のもとに侵略して奪ったものだ。魔術師たちは生贄なしでは日も昇らないと言っていた。300キロ以上離れたテノチティトランに私のことづてが届くのに丸2日かかった。その2日後に叔父のモクテスマ王が返事をよこした。モクテスマの神官は神ケツァルコアトルが間もなく帰還すると予言した。それにふさわしい予兆だ。モクテスマは敵地との間にある熱帯雨林を占拠するよう命じた。羽毛ある蛇ケツァルコアトルの4つの神殿を支配するのだ。アステカ王国は強大な国家であり、侵略を繰り返したため多くの敵がいる。来たるべきケツァルコアトルの復活に備え、我々はこれらの神殿を敵から守らなければならない。Thank you.
Rucksack. Aktion. Axie. Thank you.
Comance sa gonane. Thank you.
さこなん。
you
ジェビオ。コマンツェ。ジョンケ。
Attack. Yeah.
악세.
Thank you.
Yeah!
Thank you.
to walk. Oh!
Zack. Yeah!
Zack. Thank you.
Bunch of one.
Mantel. お前は聖なる社をアステカを怪我した。神は生贄をお求めだ。
イクホ。アクサク。Bantelwood. Okay, Ikko. Bantelwood. Thank you.
Thank you.
Achtzack. 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 Komanta. Ok.神殿を守り、ソチミルコとトラティルコを倒して、私は王モクテスマのいるテノチテトランに凱旋した。献上品は翡翠、羽毛、それに捕虜だ。熱帯雨林で過ごした後に見る我が古城都市は、誠に広大だった。王モクテスマは多数の妻と愛人を持っていた。越見の間では笛や太鼓に合わせ仮面の女が舞い踊った。モクテスマは金のカップでチョコレートを飲んでいた。何年も前、叔父のモクテスマがピラミッドに登り即位した時、人々は盛大に祝った。だが今はその指導力に疑問が持たれている。モクテスマは決断が遅く、自ら軍を率いようとしない。モクテスマの神官は、羽毛ある蛇、ケツァルコアトルが間もなくテノチトランに戻り、王国を支配すると告げた。私は神の復活準備に貢献したことで、黒曜石のマカナを与えられ、豹の戦士となった。その世は盛大な共演だった。しかし、高級の階段を降りると、湖の上空には霊の予兆がまだ居座り、夜空に閃光を撒き散らしていた。我が名はクワウテモック。テノチティトランの豹の戦士。